黒ガヤコーニアトリースティースニツは、カヤツリグ草科の植物の一つ。多数の根質葉を持ち、大きな株になる。根茎は短く、大きな株たちになる。草丈は60から90センチメートル。根質葉は、数多く、多く立ち上がる。根質葉は細長く、洋服顎から8ミリメートル。先端は、細く伸びる。質は硬く、円は、小さな巨子が並んで、 強くざらつく。葉の裏面は緑で、艶があり、表面はこう吹いて白っぽい白色。これは裏表逆のようだが、実際には葉の基部でねじれて、裏面が表を向いている、イネ荷には珍しくない葉型である。缶は葉の間からまっすぐに立ち、15から20センチメートルで葉の間から突き出さない。その表面は滑らかで、多少の量があり。 少数の形容がある。果女は塩水果女だが、それぞれの文化所は茎に沿って立つので、全体に棒状、下部では分断する。包みは洋状で細長く立ち気味に伸びる。コボは長さ1センチメートル、長大円状日張り形で10枚ほどの輪片が重なり合い、黒か四色に見える。コボの輪片のほとんどは花を抱かず、先端の3枚のみが花を含む。 そのうちの先端のもののみが両性花で他の二つは有性花である。果実は長さ4から5ミリメートル、東卵型で産業があり、はじめ白いが熟すると真っ黒になり、表面には艶がある。原野に分布。沖縄本島では北部の琉球松林の林園など日当たりが良い野生たちに大きな株をよく見かける。日本では 南西諸島の奄美大島から沖縄本島、久米島、石垣島、西表島、与那国島などから知られている。国外では中国南部、インドシがマレー半島、ボルネオから知られる。直接に実用的なものはあまりない。黒ガヤ族はオーストラリアを中心にニュージーランド、ポリネシア、熱帯アジアに約30種がある。日本では この種のほか、小笠原諸島に、ムニンクロガヤジーアスペラスプレング、がある。ありがとうございます。